ろいろな大学の説明会に参加する中で金融や経営学に興味を持ったので名古屋学院大学商学部に進学しました。企業をピックアップして実際にどのようなマネジメントやマーケティングを行っているのかを勉強しました。名古屋学院大学のキャリアセンターでは履歴書の添削をしてもらったり自己分析をする上で大切なことを教えてもらいました。いろいろな地域から学生が集まっているので視野も広がりましたし、その時出会った仲間は私の財産となっています。豊川信用金庫の窓口に立ってお客様の対応をする仕事です。お客様に一番近い存在なので常に明るい笑顔を心がけています。お客様にありがとうと言ってもらえた時にやりがいを感じます。いろいろなことに興味を持って行動し世界を広げてください。